オタクのナンバは難しい。いやあ、刹那圭介だよ。このゲームやっていきまーす。タイトルの通りのゲームでーす。間違いだが欲しいのは、オタクがナンパするんじゃなくて、オタクをナンパするらしいでーす。右の女性が、こう見えてオタクらしいでーす。なんか、美人ちゃ美人やけど、なんか、きつそうな性格をしてるように見えるな、俺には。先入観だけど。やっていくわ。始めから。俺、ナンパしい主人公がきつわな、お前。なんか、ナンパしとして以前にさ、人間として、なんか、ネジが外れたような感じになってるぞ、お前。頭のネジが外れたような感じになってるぞ、お前。今日は、埼玉県民のオアシス、池袋に来たぜ。池袋は相変わらず、イケメンの国語ばっかりだな。あ、あんなところに美人が。おーい、すみません。今、暇ですか？絶対関わりたくないな、俺。俺が美人の立場だったら絶対関わりたくないな、これ。は？何ですか？うわあ！ちょっと待って、ちょっと待って、これ。メッセージウィンドウ、どけねえかな、これ。これか。チチでけーめっちゃボイン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 でいいのはずなのに、ボインって5回言ったからね。それだけボインだぞ、お前。おっぱいでけーこんなん FGO の巨乳キャラや、お前。フェイント、Gカップおっぱい。いや、絶対Gカップよりも大きいけど。いや、ちょっとお茶しませんか？あなたと話したいんです。あなたの美しさに惹かれました。いや、絶対おっぱいに惹かれてるね。はあ、いや、いいです。私、YouTuber みたいな効果を使ってくる人嫌ですから、カンパされてるぞ。お前、おい、ナンパし、カンパされてるぞ、YouTuber であること。そこ、なんとか、何にもなんで言うんです。本名じゃなくていいから、ていうか、ツイッターやってる？ひみこです。ひみこ。邪馬台国治めてるな、絶対この女。とにかく、ひみこさんを、会話を続けるぞ。私、会話をするなら、価値観が同じな方がいいと思うんです。価値観が違うと、仲良くなるのも難しいかなって、正論だな。ひみこさんちゃんとした感じで話せそうなタイプの人やな。だからあなたにいくつか質問してもいいですか？質問の内容によってはナンパを受けるような感じになってるぞ、お前。なんか面接みたいになってるぞ、お前。なんか面接みたいになってるぞ、お前。入社するんか、俺。株式会社ひみこに、ね、入社するんか、俺は。もちろん！もちろん！じゃあ、あなたは、オタクですか？一問目がこれだからな、お前。これ、アキネーターか。ひみこさん、アキネーターか、お前。所定でこんな質問するのはアキネーター以外にないぞ、お前。彼女の好感度を下げない選択肢を選ぼう。好感度がゼロになるとゲームオーバー。すごい、これ。作者さん、多分さ、作者さん、ちょっと計算してるのよ、このメッセージウィンドウ。この二つの位置。だってさ、おっぱい全然被ってないもん。顔にはもうおもろ被ってるけど、おっぱいには被せてないあたり、絶対おっぱい好きのことをちょっと、なんか考慮してこの位置にしてるな、お前。俺にはわかるぞ、お前。縦セーターの巨乳って好きって、ね、作者がツイッターで言ってたからな、絶対考慮してる位置やな、これ。これはな、合わせていくぜ。オタクです。まあ、確かに何にオタクとは言わんでもさ、オタクっぽい喋り方してるもんな、この、ナンパしも。オタクにすり寄ろうとする一般人が一番オタクを怒らせる敵なんだが。あ、こうなんすか。あ、でもそうやな。俺もオタクのお立場から考えてみたらさ、オタクでもないのにさ、オタクにすり寄ってきてさ、ああだこうだ言われるってちょっと嫌な感じもするけどさ、そこまで怒ることないだろ、お前。文化には絶対にわかっていう存在は必要なんですよ、ひびこさん。そんなに怒らんでもいいだろうね、お前。コナンの犯人みたいな目になってるよ。何と戦ってるんですか？
もしあなたのタイムラインに可愛い猫の画像が流れてきたとき、その画像ツイートどうしますか？オタクってそういう感じの、ね、オタクなん？猫的な。リツイート眺めてニヤニヤする。ああ、これはさ、ちょっと俺正直に答えたらさ、リツイートじゃなくてさ、眺めてニヤニヤないよな、これ。これ割と俺猫のツイートさ、よ、猫好きやけんさ、猫のツイート来たらさ、すっごい見るんやけどさ、割とリツイートせんのよな、俺。一人で眺めてニヤニヤするタイプなんよな。なるほど、確かに猫の画像はずっと眺めていられますからね。おお、これは世間的にそうなんか、俺だけじゃなくて世間的にそういうもんなんか。これニュースを確認するとき、どっから情報を信用しますか？うわー、これまとめサイト見るけどな。でもさ、まとめサイトだろうが新聞だろうがさ、見てさ、いろいろ考えるもんが大事なんだったら俺は思うやけどな、これ。おー、何が信用できる情報か。ネットが発達したからこそ自分で考えといけませんね。そうだそうだ、卑弥呼さん、わかってる。そうですよ、皆さん、情報がこういうのが出たからってさ、それをまるまる信用しちゃいけないんです。自分に信用だる情報かとか考えなくちゃいけないんです。それがネットリテラシーってやつやな。卑弥呼さんはよく、卑弥呼さんは SNS をよく使うんですか？ええ、多少はゲームやアニメの話をしたり。へえ、アニメならこの間見ましたよ、キャンプのアニメ。ゆるキャンか。いや、ナポシ、お前絶対ゆるキャンの影響とかでさ、キャンプしたがり始めるタイプのやつじゃん、お前。ああ、あれ面白いですよね。そうそう、キャンプのアニメを見て思わず、いや、一番上あかんやつじゃないかな。そんなアニメに踊らされる、アニメに影響されてさ、自分もそれやるっていう踊らされ方は良くないじゃないかな、俺。うん、同人誌、同人誌もなんかグレーな気がする。 R18 のイメージあるぞ、お前。アニメの同人誌イコール R18 のイメージあるからな、俺。まあ、ありかもしれんけどさ、キャラの絵描いてくれとけよ、お前。よっしゃ。俺ちょっとさ、卑弥呼さんの気持ち分かってきた感じがするぞ、俺。俺ナチュラルに考えとうけど、俺卑弥呼さんとナチュラルに意見が合うらしいわ、これ。二次創作ですね。情熱をそういった形で昇華するの素敵ですね。ゲームはするんですか？ゲームはやりますよ、ソシャゲもしてます。なら1ヶ月にいくら課金しますか？え、オタク的にはどうなるんだろう、これ。俺、課金するゲームと課金しないゲームがあるけどね。例えば、デュエルマスターズプレイズってやつだったら、俺、1万円以上課金したけどな。2万ぐらいしたからな、俺。数万ぐらいでいいですか。よっしゃ、なんかいいぞ。これぐらいがほどほどでいいんじゃないか。でも高いけど、高いは高いけど、ほどほどみたいな感じのところあったぞ、お前、お前。まあ、推しが来た時ならそれぐらい課金しちゃいますよね。あなたは SNS やってるんですか？はい、好きな歌手とかスポーツ選手とかフォローしてます。へえ、有名な人にリプライなんかもするんですか？あー、俺はそんなに有名な人にリップするところないな。これから知名度を伸ばしていく親しい間だけって感じがする。有名な人でもさ、興味ない人にはリップせんけどな。知らない人にリプライするのってちょっと躊躇つきますよね。卑弥呼さんはいろいろ考えながら生きてますね。そんなに考えて使いたりしませんか？人間ですから使えることもありますよ。絶対肩こりひどいですよね、このおっぱいしてるんだから。あなた、肩揉みましょうか？てか、おっぱい揉んでいいですか？じゃあ、映画見てリフレッシュしたりしましょう。映画は好きですね。この通りの映画館にもよく行きますし。映画か、最近さ、劇場版の白箱やいようやけどさ、上映ショーやけどさ、コロナでさ、あんま外出したらあかんのじゃねえかな、やばいんじゃねえかなっていう状態でさ、時期にやいようからな。
行こうか、ちょっとそういうところで迷うとるところあるからな俺。まあどうせ行くんやけど。洋画？あ、洋画なんじゃ、オタクって。アニメ映画とかそういうんじゃないやん。スタッフロール、俺洋画見たことないけん、スタッフロールの中とかようわからんし。でも実はあまり映画見ないんだって言えばナンセンスな気がするけん。ああ、やっちまったなこれスタッフロール見ないんですか。はい、映画終わったら席立っちゃう派で。なあ、ミスポップコーンやろ、5段階評価なら生き勝ちらしい、さようなら。ま、待ってください、一番ガチ切れされた。ひみこさん、違うんです、俺は洋画見ないからそれ選んだだけで、アニメ映画だったら絶対最後まで見て映画館が明るくなくなって出ていくタイプなんで、ま、違うんです。おたなん、これさ、キャンプ道具を買ったってそれに乗せられてっていうんでさ、ダメだと思うわけとさ、同人誌を楽しんだ選んだらどうなるのかな。消費するだけのオタクかよ、めっちゃ顔悪い感じするお前めっちゃ顔悪くなってるじゃないですか、おひみこさん。え、そんなつもりじゃ、最後まで削り切るわけじゃないやな。あとこれも課金しないとか選んだらどうなるの。無課金ですよ、そしゃきに課金とか金の無駄ですね芸術いきなり飛んだけど、話すことなのない無料で楽しむにはそれなりの犠牲や代償が必要よ、うん、なんか心に染みる言葉ありがとうございます。おたなん、映画は実はあまり見ない。ええ、なんで映画の話振ったんですか。でも面白い男かも、面白い男、口がたまり悪いんだよな、ひみこさん。もしかして俺の好感度上がってますか。いや、決して上がってはいませんけど、いきなり話しかけられてきた変な人ですか。そうだよな、壁作っといた方がいいぞ、いきなり話しかけられたら来る人になんかいい人っていないイメージだぞ。その通りだぞお前、ナンパで知らない女性に話しかけるとか理解不能なんだよな。どうしてそんなことをするんですか。部活の先輩に振られてしまったんです。いきなりどうしたナンパ男。それで先輩が振り向くようなモテモテ野郎になってやるってやけくそで。はあ、だいぶ履き違えた行動をしてますね。その通りだなだったら何か別の努力をしろよお前行き当たりばったりだなこのナンパ野郎お前。てか YouTube のためにナンパしてたわけじゃないんか。というか部活の先輩、あなた何歳なんですか。それはえもうちょい上かと思っとったじゃないかお前、ナンパとかするんやけどさ17歳か19歳っていうパターンなんじゃ。17じゃないですかね。ああ、18歳以下はちょっと私の発言見せられないのでフォローしないでください。普段 SNS でどんな発言よえ、もしかして裏垢とかやってるんですかね。ワイド際どいエッチなやつとかや写真とか上げてるんですかね。あ、そろそろ行かないと、ずいぶん話し込んじゃった。ま、待ってください、俺、だんだん気づいてきました、あなたに一目惚れしたんだって。おっと、最後の落とし文句だ。だから、せめて、アカウント教えてください。いや、18歳未満ダメって言ってたじゃん。本気ですか。私なんかに、私23ですけど大丈夫ですか。え、割といけるだろうお前、23は。わや、23って大人になりて社会人出てすぐぐらいの年頃だろう。大学出とったら一番食べ頃じゃないかもしれない。人によっては一番食べ頃かもしれない。全然大丈夫です。正直、会って5分の男性に何も思えないんですけど、この質問に答えられたら考えてみます。あなたの恋人と母親が犯罪者に捕まって一人しか助けられないとき、どちらを助けますか？あれ、なんかこれ、似たような質問をさ、近い質問をなんか、とある科学のレールガン T で見た気がする。
二人を人質に取られとって、親友と母親が人質に取られとって、どちらを助けますかでさ、なぜ母を助けなかったのですのって黒子に言われた時にさ、もし母を助けられたら、なぜ恋人を助けられなかったんだってお母さんに言われそうだったから、みたいな感じの展開だったな。それかな、とある科学のレールガン的には恋人やな、俺。なんで美坂美琴はこう答える気がする。違うかな。そんな、卑弥呼さん、待ってください卑弥呼さーん。何がいけなかったんだろう。オタク的にお母さん選べばよかったんかな。ポケモン、あ、間違えた。オタナン。これ19歳選んだらどうなる。18歳以上なんですか。じゃあ大丈夫ですね。大丈夫だったわ。18歳以上だったらもういけるんじゃ。やったぜ。本当は17歳だけど、いけるわいけるわ。別に1歳違うぐらい何も違いないわお前。でこの辺は一緒か。そしてファイナル。恋人出てなかったんですね。母親なんじゃな。なんでだよ。なんで向こうが正解なんじゃお前。なんでこれ点々ってなん。そうです、どっちも大切な存在、簡単に選ぶべきではない。答えは沈黙ですね。え、でもさ、それでも決断せんかったら両方死ぬ人も死ぬんじゃないですかね。俺はそう思うやけどな。それでも決断せんかったらさ、両方とも死ぬんじゃない。せめてどっちかは助けがかかったらさ、両方とも死んじまうよ。俺はそう思うやけどな。簡単に選ぶべきではないかもしれんけどさ、何か選択行動に移さんかったらあかんと思うやけどな、俺。俺はそう思うやけどな。ああ、俺卑弥呼さんとそこだけはちょっと意見食い違うわ。まあ、普通に私の好きな漫画のネタなんですけど、ネタかよ、お前。自分の考えでものを喋れや、お前。そこは自分の考えでものを喋れや、お前。試したというか、新たに私の好きな漫画のネタが通じたら嬉しいかと思って、これを振ってみたんです。ほう、そうなん。これ、どうぞ。え、これって、私の福若の ID です。うん。私、あなたと話して少しだけ学べたことがあるのかもしれません。人をすぐに否定しないで会話を続けてみようとする姿勢。そんな姿勢も大事ですよね。卑弥呼さん、ってことは、そろそろ話も終わりなので、いい感じに締めましたか。え、話も終わりなのでってゲーム展開的なメタ発言やめてもらえませんか。なんか雰囲気がぶち壊しになるんで。また会うこともあるかもしれませんね。それじゃあ、え、それもメタ発言ですかね。オタクのナンパは難しいの続編出るんですかね。やーやーやった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 よー。あー、初めて途中。書いてきた。声でっか。卑弥呼さんは父でっか。それにしても彼氏もできたことないのに、6歳下の男性に連絡先のメモを渡すなんてやばいよね。なんか今更に会って恥ずかしくなってきた。うわ、かわいい。目がぐるぐるなってるところもいいっすね。私に恋なんて難しいよ。オタクに恋が難しいのに話になってきてました。うわ、これかわいいかわいいかわいい。この1枚目はもういける。この1枚目は素晴らしいよ、お前。最後に持ってきやがって作者さん目。はお、このモヤモヤした感覚のまま帰っていく。これ続編期待ですね。また会えるかもしれんね、この卑弥呼さんに。皆さん370、なんで中途半端な数字なんだろう。
やったぜ。続編期待します。